皆さん、はじめまして、こんにちは。まやと申します。今回は、一小節分のループサンプルを用意し、そのループサンプルを BPM と連動させる方法、ループサンプルをストレッチさせる方法について解説していきたいと思います。今回の動画の対象者ですが、リノイズの LPB、こちらですね、LPB と呼ばれる値が16である方を、 対象とします。すなわち、一泊分。この一泊分ですね。がですね、16ラインで細分化された方を対象とします。この LPB ですが、詳しく解説すると少し長くなりそうなので、LPB とは何かという動画で、また後日ですね。 別撮りで、あの、解説させていただきたいと思います。今回はですね、まあ、簡単になぜ16の LPB の値であるかっていうことについて少し、えー、触れておきたいと思います。現在設定されている LPB16、この64分音符である1ラインが16ラインになり、 えー、一泊としてまとまって再生されます。なのでですね、えー、この LPB の値が、えー、32になるとどうなるかというと128分音符に、えー、細分化されるためですね、えー、非常に激しいリズムのグルーブとか、 を刻みたい方にとっては、リノイズは最高級にですね、えー、自由度の高い打ち込み系のソフトになると思います。また、えー、今後、えー、リノイズの解説動画を公開する際は、LPB16 を基準としてですね、制作を進めていきたいと思いますので、ご了承くださいませ。で、また、えー、ご要望が多ければ、LPB8 や LPB4 での解説動画、 の制作も考えています。まあ、ぜひ、あの、コメント欄で、こうしたらいいよ、あしたらいいよっていうのを、えー、ご要望、フィードバックいただけると、えー、嬉しいです。で、動画ではですね、えー、実際に打ち込みを見やすくするために、リノイズのソングオプションパネルからですね、こちらのソングオプションパネルから、えー、ハイライティングデフォルトの設定のハイライトエブリー x x ラインズで、 なってるプロパティがあると思うんですけど、これを本来の LPB から4に設定しています。まあ、ただ見やすくしているっていうことなのですが、まあ、こうすることによってかなり今回の動画の内容がスムーズに入ってくると思うので、吸収しやすいと思うので、こちらの設定を忘れなく。でですね、前置きが長くなりましたが、今回この解説で得られるメリットについてご紹介の方をさせていただきたいと思います。ループサンプルを使ってですね、ま エディットをする場合通常ループサンプルを打ち込んでみますとこのようにですねメトロノームとサンプルがずれてしまうことが多分分かると思うんですね。 ですので、えー、BPM と連動せずに再生されてしまうということが多分分かったと思います。このようにサンプルと BPM の速さが合致しないまま再生されるとシーケンスとしては崩れてしまう方になっちゃうので、このトラブルを防ぐ解決策となる方法が今回紹介するサンプルコマンドを使って 擬似シンク方法と呼ばれるものになりますこの動画を見ることによってですね、基本一小節のループサンプルであれば、BPM を変動させても、ループサンプルの速さも BPM に連動してくれるので、制作に 置いて困らなくなります。また、一度この方法を覚えれば、動画の後半で紹介しますが、新たなエディットが可能になるため、予期せぬグルーブを発生させて、えー、曲作りをより楽しみながら編集することも可能になります。ま、ぜひですね、えー、覚えていってください。ではですね、実際にリノイズを立ち上げた状態で、サンプルエディターに入ります。サンプルエディターを立ち上げたら、多分最初にはもう何も入ってない状態になるので、えー、ここでサンプリング素材やサンプ リリング CD などに入っている、まあ、リズムループですねドラムループとかパーカッションループとかいろいろあると思うんですけどもそれをロードします、まあ、何か一つロード していただければ大丈夫です。大抵の場合ですが、ループ素材は長くて8小節、または4小節か2小節。普通ですと1小節の長さとなっていることが多いので、えー、まあ、ロードしたら、えー、ですね、サンプルの長さを、ね、しっかり確認しておきましょう。この場合ですと、うんちゃ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 、 となっているので、4小節ということがわかります。で,ですね、サンプルの長さがまあ確認できたら、まあ、4小節ということが確認できましたので、サンプルエディターのスナップツールですね。今もうすでにオンになっているんですけど、ここはですね、ここをオンにして、ドロップダウンメニューから、0S エフェクトというものをですね、指定します。2つ目にありますね。 このゼロ s エフェクトというのは、今回一小節分に落とし込むために必要なメモリとなります。非常に重要になりますので、このゼ 0S エフェクトの このスナップツールは必ずオンにしてください。次に元のサンプルの長さから1小節分の長さに落とし込みます。前の工程で解説したサンプルの長さが1小節分と確認できている方は、えー、この工程は必要ないので、この次の工程からのエディットとなります。では現在4小節分のサンプルとして確認が取れているので、ゼロエフェクトのメモリを使って2小節分にしてですね、さらに1小節分に分解し、4種類の 一小節分サンプルをパターンをですね、4個用意します。なので、0S エフェクトで設定したメモリが鍵となるので、えー、ここから注目してみてください。次にですね、えー、サンプル中央の80、ここですね。この部分がですね、えー、4小節のうちの3小節の先頭となります。なので、ここにマウスカーソルを当てます。今少しマウスホイールでズームインした状態になってるんですけども、ここにマウスカー、 マウスホイールや、えー、まあ、お使いの PC のパッドでズームインして、右クリックをしてでですね、こちら、えー、カーソルを合わせて、そのまま右方向にですね、ずらして、選択範囲を広げます。少しですね。で少しずらしたら、えー、ここでちょっとズームアウトしましょう。はい、えー、ズームアウトしたら、えー、一気に右端まで、 選択します。もうここまで選択範囲を広げたら、次に Windows の方でしたら、コントロールを押しながら、X、Mac の方でしたら、コマンドを押しながら、X を押します。そうすることでですね、今2小節分カットされました。で、次にですね、Instrument s にマウスカーソルを右クリックして持っていきます。ここですね。 インスメントセレクターにマウスカーソルを右クリックして持っていきます。はい。えー、でですね、元となるここの素材からプラスボタンを2回ほど押して元のループサンプル素材から、えー、1つ分ですね、 開けますで、ここの何もないところにですね、Windows の方でしたらコントロールを押しながら V、Mac の方でしたらコマンドを押しながら V を押してペーストします。でこれでですね、2小節分のサンプルが2つできたかと思います。でですね、この要領を使ってですね、次にまた2小節分のサンプルをさらにですね、1小節分に小分けにしたいと思います。80、真ん中ですね。 80真ん中を少し範囲選択して右端まで持ってきてカットしてペースト80真ん中を範囲選択して少しズームアウトして右端まで持ってきてカットこれでですね先ほどインススメントセレクターでプラスボタンを押してですね開けていたスロットにですね 前半の2小節分のカットされた1小節分をペーストできました。で、今度はですね、後半の2小節分の1小節分をカットされたものが、ここにペーストされてます。めっちゃ噛みました。以上でですね、先ほどまで4小節のループサンプルであった、えー、素材が1小節分に小分けにされていると思います。ではですね、えー、パターンエディターに戻りましょう。はい。 パターンエディターに戻りました。で、えー、今度はですね、パターンエディターの下部分に注目してください。ここですね。ここ、今カーソルが当たってるところですね。エディットステップの数値を、えー、いじりたいと思います、えー。もし4や8や16となってる方でしたら、ここをですね、2の数値、数字の2ですね。 に選択する必要があります。こ,このエディットステップの数値を変更する方法のショートカットなんですけれども、Windows の方でしたら、コントロールを押しながら数字の2、Mac の方でしたら、コマンドを押しながら数字の2を押すと、 エディットステップが切り替わりますね。まあ、4から2になったと思います。ステップ入力とは指定した数値のラインの分だけジャンプして自動的に入力する機能です。先ほどの4種類のサンプルをこのエディットステップを使い2ラインずつで入力していきたいと思います。インストーメンズスロットパネルで先ほど1小節分に小分けにしたサンプルの一番最初のパターンの種類をカーソルで持っていって 今、選択されている状態になってますね。グレーがかってるんですけども、選択し、エスケープキーを押します。はい。で、これで入力モードが立ち上がりました。でですね、これ今、もう、エディットステップが数字の2になってるので、2ラインずつで、えー、打ち込まれていきます。Z キーを押して、最後まで打ち込みます。 また今回は F13 キーがある方限定となりますが、リノイズの制作で使える便利なショートカットキーをここで紹介します。Shift キーを押しながら F13 キーを押します。すると、パターンラップモードっていうものがオンになります。ここが点灯したと思いますね。もう一度。 これはですね、一つのパターンエディター内で最後まで入力が終わったら、自動的にですね、次のパターンの先頭に遷移してくれるようになってくれる機能です。なので、これによって左側のこちらのパターンマトリックスを変更しなくてもですね、インストルメントをここで切り替えて、二つ目の種類の一小節分を選択して、 次打ち込むことがでできるんですね最後まで最後まで打ち込んだら次の小説の頭でインスメンツスロットを変更して次の1小節分を打ち込んでいきます最後まで打ち込みます はい。えー、これをですね、最後まで行ったら、えー、シフトキーを押しながら F13 キーを押してパターンラップモードを解除してください。はい。で、スケープキーも解除します。次にですね、えー、パターンマトリックスで一番先頭に戻りまして、今度は FX レーンですね。 エフェクトレーン、FX レーンって書いてあるところはですね、ここはですね、えー、サンプルコマンドの打ち込みとなります。FX レーンではですね、4つのカラムから成り立つコマンドを実行できます。今回はサンプルコマンドを打ち込むので、左から、こう一番左になるんですけども、4つの左から、 二つ目ですね。二番目のカラムを使って、二ラインずつで、えー、一小節の S コマンドを打ちます。S を打つだけなので、ここはバーっと S を羅列します。はい、書き終わったら、えー、先頭に戻ります。次にですね、えー、左から三番目にあたるですね。 S, s コマンドを書くと、10の位に1の位と2つ数値を入力するカラムが出るんですけれども、このカラム、3番目のカラムですね、左から3番目のカラムを練習していきます。ここの10の位になんですけれども、16真相を使って0から f を先ほどの2ラインずつでのステップ、 入力で2つずつですね、16進数の0から F までの数値を打ち込みます。えー、具体的にはですね、0123456789ABCDEF を2つずつ打ち込んでいけばいいので2ラインずつですね、00112233445566778899 a, a, b, b, c, c, d, d, e, e, f, f このように打ち込みます。まあ、16進数とは何ぞやと思われますが、16進数について詳しく知りたい方はですね、16進数とは何かという動画をですね、別で用意しますので、そちらをご覧ください。えー、で、最後まで打ち込みが終わったら、次にエディトステップの数値をですね、 先ほど2まででしたが、今度は4に変更します。コントロールを、えー、Windows の方は押しながら4、数字の4ですね。Mac の方でしたらコマンドを押しながら数字の4にします。ここがですね、4になってると思います。今度は1の位を 変更していきます。この工程は、えー、現在10の位で2ラインずつで0から F まで、えー、埋め合わせしている、えー、サンプルコマンドの中間となるので、2ラインずつですので、えー、ここですね。ここのサンプルコマンドの中間を1の位を使って、えー、7で、えー、保管していきます。なので、00と来たら、えー、007 えー、10172027というようにしたいので、えー、4ラインごとのステップで、えー、7を埋めていくことになります。なので、えー、とステップ入力、エディトステップの数値は、えー、4にしときました。はい、えー。でですね、7を入力していくだけなので、数字の7を入れていきたいと思います。先頭から、えー、矢印カーソル、またはマウスや PC のパッドを使って2ラインですね。 下にずらします。32分音符ですね。下にずらします。でですね、ここですね。サンプルコマンドの1の位であることを確認してください。1の位ですね。一番左なので4番目になります。で、えー、ここですね。エディットステップの値が4になっていることを再度確認して、数字の7を、えー、押しっぱなしにします。 そうすることで、えー、7が押されました。これでですね、えー、スペースキーを押して再生してみると、 bpm に合わせてちゃんと疑似シンクされていますね。連動されています。この fx レーンをマウスカーソルでパターンエディターの最後まで範囲選択して、えー、それぞれの小説の fx レーンに適用してみましょう。下まで範囲選択すればいいので fx レーンをこうやって丸ごと範囲選択したら、Windows の方でしたらコントロールをしながら C マックの方でしたらコマンドを押しながら C を押して、コピーをした FX レーンを左のパターンマトリックスですね。こっちをですね、いじります。はい。他の小説に遷移してペーストしていきます。Windows の方でしたらコントロールを押しながら V。Mac の方でしたらコマンドを押しながら V ですね。これでですね、えー、完全に BPM との疑似シンクの完成となります。 ではですね、えー、実際に BPM とループサンプルの速さがマッチしているかどうかっていうのをかなり際どいところまで確認するため、o ノイズの画面上部のパネルにある BPM をですね、こちらをですね、試しに300にしてみましょう。今300という数値をしたので、テンポ300で再生されます。はい、めちゃめちゃ速いですね。次に200で再生してみます。 まこれで崩れてないことが確認できればもう大丈夫です。それではですね、えー、最後にですね、サンプルコマンドを使用して BPM と機子シンクさせた FX レーンを使って応用的なエディットをしてみましょう。マウスカーソルで範囲選択をして、えー、これですね、Windows ならコントロール Mac の方型コマンドを押しながら、えー、範囲選択部分もどこでも大丈夫です。 はい、えー、適当な部分ですねここを、えー、複製してみましょうコントロールを押しながらコマンドを押しながらこのようにですね少し何も考えずに複製をしてみましたこれで再生すると少しアクロバティックなグルーブが組めたことが分かります これだけでもかなり制作の向上心が湧くと思うのでいかがだったでしょうか、えー、まあこちらですね いろいろ工夫してみるとアクロバティックで基礎点外なグルーブを組めたりするので、えー、こういうやり方もあるということを実際に、まあ、触って遊んでみると非常に面白いと思います。リノエズの楽しみ方とかっていうのはとても深いので、今後も解説動画を作りますので、えー、そちらをご覧ください。えー、皆さん最後までご視聴くださりましてありがとうございました。